介してまいります。まずは東京ディズニーランド40のアトラクションのご紹介です。まいりましょう。グレッド一周東京ディズニーランドのアトラクションスタートは、オムニバス、ディズニーギャラリー、ベニーアーケード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンリバー鉄道、魅惑の地球ルーム、スイスファミリーツリーハウス、カントリービアシアター、ビンセントアマウンテン、トムソーヤトイから蒸気船マークトゥイン号、スプラッシュマウンテン、ビーバーブラザーズのカヌータ犬、ピーターパン空の旅、白雪姫と7人の小人、ホンテッドマンション、空飛ぶダンボ、キャッスルカルーセル、シンデレラのフェアリーテールホール、アリスのティーパーティー、ミッキーのフィルハーマジック、リノキオの冒険旅行、イッツスモールワールド、プーさんのハニーハント、ロジャーラビットのカートンスピン、ミニーの家、ミッキーの家かフリッキー、ジットデーのクリーハウス、ガジェットのゴーコースター、ドナルドのボート、グーフィーのペイント&プレイハウス、テンパーク、スタージェット、グランドサーキットレーシー、スティッチエンカウンター、バズライトイヤーのアストロブレスター、スペースマウンテン、スタッツアンサー、アドベンチャーズコンティニュー、モンスターズインク、ライド&ゴーシーク、どうもありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは。東京ディズニーランドへ。私たちは東京ディズニーランドの魅力を皆さんにお伝えするために登場しました、ジップズルガイドツアーです。どうぞよろしくお願いします。さて皆さん、ポップコーン好きですか？大好き。大好き。ありがとうございます。みんな大好きポップコーン。でもお姉さん、疑問に思ったことありませんか？ポップコーンってあれ一体何なんでしょうね。ポップコーンという名前なんだから、きっとコーン、トウモロコシが材料なんだろうなというのは想像がつくんですが、かといってこの黄色いつぶつぶのコーンをフライパンかなんかで炒めてみても、はい、おいしいバターコーンができました。ね、ポップコーンはできませんよね。果たしてあのポップコーンってやつは一体何者なんだろうか。今日はそんな疑問にお答えしたいと思います。まずポップコーンの材料はコーンである、これは間違っていません、正解です。ところが一口にコーンといってもさまざまな種類があり、ポップコーンに使われるのはポップ種、あるいは爆裂種と呼ばれる皮が硬くて粒が小さい種類のものなんですね。このポップ種の粒を一旦乾燥させて、それからフライパンなどで加熱します。そうすると粒の中の水分が沸騰して膨張します。この膨張に耐えきれなくなって弾けてできたのがポップコーンなんですね。さあそんなポップコーン、発祥はアメリカなんですが、皆さんどれくらい昔から食べられていたかご存知ですか？100年前、200年前、300年前、いやいや実はもっと昔なんです。なんと今から5000年以上前、紀元前3600年には食べられていた形跡が見つかっているんです。紀元前3600年って言ったらあれだよ、もう人間なのか猿なのかわからないくらい昔です。さあ彼らは焚き火をして、その焚き火の中にコーンの粒を投げ込んで、そこから随分高く上がったね、落ちてこないね。あ、落ちた。こんな風に拾って食べていたんだそうです。そんなポップコーン、東京ディズニーランドでは全部で6種類のフレーバーをご用意しております。場所によって異なる味付けのものを売っています。例えばプーさんのハニーハントの近くではプーさんの大好きなハチミツハニー味のポップコーンといったようにね、いろんな味がありますので、ぜひお気に入りの味を見つけて食べてみてください。こんな風にワードで作ってます。以上ポップコーンのお話でした。どうもありがとうございました。さてさて、人が増えてきました。途中から見てくださってる方もいらっしゃるようなので、今一度我々自己紹介をいたします。我々はジップズームガイドツアーでございます。そうガイドなんですよ。見てください、ちゃんと名札にもガイドって書いてありますでしょ。撮れましたか撮れましたか撮れましたか。はい、ありがとうございます。ということで、ね、本日で最後に東京ディズニーランドのアトラクションを皆さんに一つご紹介して終わろうと思います。本日のアトラクションですが、先ほどプーさんのハニーハントのあたりにはハニー味のポップコーン売ってますよというお話をさせていただきました。ね、これから一
馬のプーさんをヒントに作られたプーさんのアリーファントでは、プーさんや森の仲間たちと一緒に100エーカーの森で蜂蜜探しに参加します。ゲットは5人乗りのハニーポットに乗り込み、プーさんの世界を流されていきます。このアトラクションの入り口はページを開いた巨大な絵本の形をしていて、入り口からハニーポット乗り場までの間には熊のプーさんの2つのお話が描かれています。1つはラビットのお家で蜂蜜を食べ過ぎたプーさんがラビットのお家の出入り口の穴にお腹がつぶられて動けなくなってしまい、何日もこのままになってしまうのですが、クリストファー・ロビンたちの助けでなんとか抜け出すプーさんと蜂蜜というお話。もう一つは大雨で100エーカーの森が水浸しになってしまい、家ごと流されてしまったリグレットをたまたま同じように流されてしまったプーさんが助ける、プーさんの大嵐というお話です。ゲストの乗ったハニーポットが開かれた絵本の前に迫ると、絵本に描かれていた絵が動き出し、その中でプーさんはクリストファー・ロビンに高いところにある蜂蜜を取り出すから風船が欲しいとお願いします。はい、どうぞ。やがて扉になったページが開くと、ハニーポットは物語の舞台100エーカーの森へと吸い込まれていきます。それはまるで物語に入り込むという演出になっているんです。あとは乗ってのお楽しみ。ありがとうございました。ペーさんのハニーハントでした。ところで大道くん、僕今君がやってくれたパントマイムの中で一つ気になったことがあるんだけど、もう一回やってもらっていいかな。プーさんが美味しそうに蜂蜜を食べているところだ。どうぞ。はい、行ってみよう。蜂蜜美味しいな、美味しい美味しい。はい、ストップ顔絵じゃないよ。大道くん、いいか、君はあの黄色くてふわふわっとしたあのクマのプーさんなんだよ今ね。不謹慎な顔は避けてください。はい、にっこり笑って、はい、ということで大変失礼いたしました。ただいまご紹介しましたプーさんのハニーハントはワールドボタルを越えてまっすぐ進んだ先、ファンタジーランドにありますよ。ということでよかったら足を運んでみてください。それでは今日はこの辺で、皆さん今日一日夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お送りしたのはチップズームガイドツアーでした。それでは皆さんいってらっしゃい、ね、カメラを構えてくださってる方がいらっしゃるので、もうちょっとだけこのままでいます。さあ皆さん、ね、目線をこっちから順番に送っていきますんで、シャッターチャンス逃さないように。はい、ありがとうございます。皆さん撮れてますか、撮れてますか、 OK かな。はい、どうもありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。Have a nice day! またねー。